国旅行に行ってきました。一泊二日の四国最南端の名所観光ツアー、五つの名所です。神秘の洞窟日置堂、透明な清流四万十川、四国最南端の足摺岬、奇岩の景勝地辰串海岸、青く輝く海柏島、この5カ所を観光バスで回ります。月並みなパック旅行でしたが、私としてはちょっとした発見がありました。9月26日7時25分発で高知に向かいます。高知龍馬空港到着、この人に迎えられました。あいにく天気は曇りです。さて、この高知龍馬空港を起点に次のように回りました。まず東の伊置堂を見て引き返して四万十川へ、それから南下して足摺岬へ。この日はここで泊まり、次の日は足摺岬を出発して海岸沿い、辰串海岸から柏島を見て龍馬空港に戻り、帰途に着きました。まずは安芸市にある伊置堂です。300万年前にできた天然の洞窟、40種類以上のシダが自生しています。上からこのように広い土地になっておりますから、この両脇が農業も行われているんですね。そして右側のこの上、こちらにはね、南北朝時代と言われてますから大昔ですけど、山お城もあったと言われている歴史的なものもある、古くから開けた場所ではあったかもしれません。伊置と言いますけどね、ここは三重県の松阪地方にたくさん自生する品だから松阪下という名前もらったそうですね、はい、ですから私どもいつも言って、私はいつも言ってますけれど、なんと松阪とは肉ばっかしじゃないでよ。さて次は四万十川。台風24号が近づいてあいにくの雨ですが、そこまで透き通って見えています。沈下橋、ご覧のように橋桁がない橋です。洪水で流されるからだそうですね。次は足摺岬に回ります。入り口にはジョン万次郎の銅像が。波にうがたれた花崗岩の洞窟、日本最大規模とか。今日はこのホテルに泊まります。一夜明けて今日は四国の最南端を海岸沿いに辰串海岸というところに行きました。自然の浸食で奇岩があちこちに見えます。化石レンコン、5000万年前の砂岩が化石となって地表面に出てきたものだそうです。
次は柏島です。途中展望台から島の全景が見渡せます。まるで船が宙に浮いているように見えませんか？海の透明度は抜群です。旅もそろそろ終わりです。空港に向かう途中ドライブインに立ち寄りました。意外なものを見つけました。石って売れるんですね。知りませんでした。柘植義晴の漫画に無能の人という作品がありますが、石売りの若者の話です。まんざら嘘でもないんですね。ちょっとした発見の旅でした。